はい、こんにちは、ジョマです。今回はですね、長岡のレコードクリーナーね、これ昔使ってたんですね。私、中学高校か分かりませんけれど、それで売ってたんで買ったんですけれども、ここの粘着の部分がですね、もう全然何をやってもいろいろなことやってみたんですけど、水に一晩つけておくとかね、洗剤で洗うとか、まあ何しろ粘着が戻らないので、これはもうゴムのね劣化っていう感じで、まあ弾力はあるんですけれども、まあ戻らないんでね、まあ置いておいたんですね、ひとまずね。こういうまあカバーがありまして、こんな感じでね、はい、まあ別にこんなのいらないし、これがいいものかどうかもわからないんですけど、まあ長岡でですね、まあ布みたいのでこうやってね、服やタイプもありますけど、でこれ、なんとかなんないかなって、まあ常々思ってたんですけど、この間ネットのね、販売サイトで、こういうの見つけたんですね。こういうもの。で1個300円とかで売ってるんですけど、5個で500円ぐらいで売ってたんで、買ってみたんですね、これね。こういう風になって、まあ、エチケットブラシみたいな感じで、で、ここを蓋をパカッと開けると、こう、粘着性のテープがついてるんですね。今これ、ビニールが貼ってますけど、貼ってるんでないんですけど、こういう感じです。で、取ったものが、外したものがこちらなんですけれども、これはもう全部ビニールもないんでね、粘着性があります。例えば、こういうものをベタッとつけるとこういうふうにくっつくみたいなね、はい、粘着性があって、まあ、この長岡のレコードの掃除するのと、どうなのかっていうのはありますけど、まあ、レコードの上やってみるとちょっとベトベトすぎるんですけど、まあ、手とかでこうやって、何度かやると、まあ、レコードのビリビリビリってこう、いく感じなんで、まあ、とにかく、実用よりも直したいということでですね。で、こちら、まあ、こう、歯車が、こう、ぼっちがついてるんでね。で、これをですね、なんと、これ外して、ここにつけてみたところ、まあ、ぴったりサイズではないんですけれども、入るんですね。緩まずに。ずれない。はい。ただ残念なことに、ここが歯車が薄い、径がね、小さいので、こっちのが上に出ちゃうんですね。で、これどうしようかなと思って、いろんなこと考えて、これ剥がしてね、これつけようかとか思って、ちょっと剥がしたんですけど、もうどうせこれ使えないんでね、ダメだったんで。で、まあ、要するにこれがこう来てれば、ね、こういう状態からこう来てればいいんで、どうしたらいいだろうと思ったんですけど、これについてたですね、もともとついてた、こういうふうにですね、こういうふうについていたものを、これ今、バリッと取ってみたんですね、これでね、ギュッと。そしたら取れたので、これをですね、ちょっと見づらいかもしれないですけど、ここの部分の、ここにですね、瞬間接着剤で留めて、こういう感じでね、先っぽの方に。それで、これをつけたら、ちょうどぴったりなんじゃないかなと思って、その作業を今してみます。ちょっとね、暗い、見づらいかな。ちょっとペンキ消してきますね。ね、あ、だいぶ見やすくなった、なりましたね。最初から消しておけばよかったですね。今ここ曲げたんで、これ外していきます。ちょうどこんな感じにして、まあ、ひねって、無理やり、ぎゅっと、ちぎり、あ、ダメだ、失敗しました。切れてしまいました、これが。一回曲げてからやればよかったですね。ただこれちょっと替えもあるんで、
そっちでやりますね。どうせっていう感じなんで、これとこれと、うん、これかね。これ5個あるんでね、何しろ。まあ余ったのはなんか普通になんかコロコロクリーナーとしてね使えばいいかなと思ってんですけど、これでやっちゃおうか。あ、こちらの方が取りやすいのでね、こっち取っちゃいましょうか。これね、こうやってひねり、まあ、なんか切ればね、キューと切れば切ってもいいんですけど、これでギュッとできちゃうと思うんで、はい、そしてひねっていきます。あ、取れましたね取れたというか引きちぎったというか、はい、こんな感じになりました。これ面をですね、ヤスリがちょうどここにあったんで、これちょっと削りましょうか。あんまり関係ないと思いますけど、編集しない作業用ということで、これはちょっと出っ張ってるのでハサミですね。ハサミかカッターか、これで取れちゃおうかな。あ、これでいいですね。これで引きちぎれちゃいますね。くるくるっと。はい、こんな感じでいいと思います。そうしましたらですね、こちら瞬間接着剤がありますので、これでつけていきます。キュッと、こちらですね、こちらに点々と、出ました。そうしましたら、こちらに、見栄えがいいようにこの丸い方を上にした方がいいですね。あ、手に早速くっつきましたけど、ん？割とくっつかないの。瞬間接着剤がつきづらい材質っていうのはあるんですかね。いかにもこれつきそうですけどね、普通に手の方が結構ついちゃうっていうか、まあ大丈夫でしょう。はい、こんな感じでつけました。じゃあもう一個側も、もしかしたら出っ張りとかちょっとあるとね、つきづらいと思うんですけど、でもやっぱりこの丸い方をね、見栄え的には上にして、う、あー結構隙間が空いてて、設置する部分がね割と少ないのでつかない。なんでつかないんだ。つかないとこの動画台無し台無しになっちゃうんですよ。わ、つかないですね、これ。こっちもなんかヤスリとかでちょっとやった方がいいのかな、両方ともね。これでだい
ぶいいような気がします。じゃあ再度どこ行った、ね、なくなるんですね。あった両方ともやればよかったですね、本当はね。両サイドにこうやって、ピタですね。反対側はちゃんとついてるんだろうか。反対側見てみましょうか。あ、反対側、あ、ダメだ、取れちゃう。カキッと取れちゃいましたね。こっちも削りましょうか。なんかね、硬い出っ張りとかがあるとね、そこが邪魔してこうぴったり接地面にねつかない可能性もありますから。手にね、つくんですよね。手につくとカピカピになっちゃうっていう。あ、やっぱり全然こう感触が違いますね、削るとね。はい、こんな感じで一応両方つきました。もうちょっと置いた方がいいのかな。ちょっと押さえてね。10秒ぐらい。1。ね、こっちも。ちょっと取れちゃうかもしれないですけど、まあ、やってみますね。時間も。編集しないので。で、これをつけて、このもともとついてたね、これを普通につけて、これ多分ぴったりサイズだと思うんですね。これでですね。あ、やっぱり思った、あ、ちょっとちっちゃいか。でもちょっと指でギュッと押せば、あ、取れちゃった。ダメですねやっぱりちょっとサイズがちっちゃすぎましたね。これ回らないな。回らないことはないけど、ちょっとキツキツですね。ちょっと固まってしまいましたが、まあ、回らないことはないっていう感じですね。はい。一応こんな感じで、ちょっとまた工夫必要ですけれども、これ時間ね、いつまでもやっててもしょうがないんで。この溝のサイズに合わせてやればですね、いい気がしますね。片側はこれでよくて、片側は溝のサイズに合わせて、これ取れちゃいましたから、こっちはついてるんですけど、この溝のサイズに切って、中にちょっと入れる感じですかね。それでぴったりだと思います。多分一応やってみましょうか。今片側だけついた状態で、こういう状態でポコッと入れて、あ、そうですね、やっぱり、はい、そもそもそのこれなく、この厚みがなくてもぴったりサイズぐらいなんで、やっぱり余計な厚みいらないんですね。うん。まあ一応ということで、こんな感じでね、長岡のレコードプレイヤーダメだ、まあ失敗というか、できそうなね感じはしますね。はい、
ということでですね、これこんな感じの、あ、メルカリでね1個300円ぐらいで売ってるんで、私ちょっと5個かなんかで、5個で500円とかで買ったのかな、ちょうど安いのがですね、また出てるかもしれないですけど、まあ、この長岡のねレコードプレイヤーの持ってる方も少ないでしょうし、これをなんか再生させたいとか、このゴムをそういう方ももしかしたらもしかしたらっていうかいないかもしれないけど、私はすごくなんか復活させたいなと思ってたんでね、これちょうど似たようなのがあって、これでまたちょっと工夫してね、レコードキュッキュッってやれるようにしてみたいと思います。はい、ということで、長岡レコード、クリーナーね、魔改造で復活っていう、動画でした。ありがとうございました。